邪眼には全てが見える。このデュエルの結末も刮目せよ、邪帝ガイウス。聞こえるだろ、闇の鼓動が。こいつは今までとは一桁違うぜ。行け、ステークラム。違いを見せてやるぜ。今だ、このモンスターで勝負をつける。現れろ、エンジンテッタロス。よし、決まった。この子は強いよ。いっちゃえ、最低カボルグ。私の強さ、お見せしちゃいますよ。いらっしゃいませ、強帝メビウスさん。手加減なしで、いっちゃいます。僕人のとっておきを見せてあげるのだ。空手ライズ召喚。勝利のパズルの1ピースだ。このカードは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 勝利のパズルの1ピースだ。勝利のパズルの1ピースだ。いでよ、ブラックマジシャンガール。俺には仲間がいる。同様に俺のデッキにも共に戦い抜いた信ずるしもべがいる。いでよ、ブラックマジシャン。お前はもう積んでるぜ。このカードに全てを託し、そして希望を手にする。スキル発動だ。今エクゾディアの封印が出た。怒りの効果、エクゾードフレイム。これぞ俺の切り札。混沌の力宿りし、至高にして崇高なマスターオブマジシャン、マジシャンオブブラックカオス降臨。この切り札でお前を倒す。殺戮の魔獣人、ブラッドボルス召喚。いでよ、エックスヘッドキャノン。いでよ、ワイドラゴンヘッド。イデオ、ゼットメタルキャタピラー。イデオ、ブレイドナイト。イデオ、逆転の女神。見るがいい、幻想などではない真の最強モンスターの姿を。イデオ、ブルーアイズホワイトドラゴン。滅びの光で闇を見ろ。これぞ俺の構築した完璧な戦術、合体 XYZ ドラゴンキャノン。ザコどもを殲滅せよ。すでに俺の手の中で最大最強のモンスターが鼓動を始めている。イデオ、ブルーアイズアルティメットドラゴン。
貴様は終わりだ。行け、ワイバーンの戦士。出ろ、鉄の騎士ギアフリード。出番だぜ、ベビードラゴン。よし、頼むぜ、時の魔術師。出ろ、ロケット戦士。こいつは俺と遊戯の友情の証、友情のモンスターだ。出ろ、レッドアイズブラックドラゴン。その目に焼き付けておくんだな、レッドアイズと勇士をよ。俺のデッキの中で最強を誇るしもべ、稲妻を操る伝説の戦士だ。来い、ギルフォード・ザ・ライトニング。こいつがてめえをぶっ潰すぜ、覚悟しろ。完全体とはならなかったが、お前を倒すにはこれで十分だぜ。これがグレートモス4番進化体だ。やったー、声も出ないって顔だな。俺には仲間が。僕のカードはこれだ、進化の眉。死へのカウントダウンが進むぞ。お前たちに可能性がないってことを今から教えてやるぜ。さあ、その美しき姿を見せろ。いでよ、究極完全体グレートモス。やったー、全ては僕の作戦通りだ。このカードを出せ、スフィアボール。アマちゃんのてめえに地獄ってもんを見せてやるよ。来い、リボルバードラゴン。さあ、命をかけたギャンブルの始まりだぜ。信じてるぜ、相棒。見て驚くなよ。こいつを見て驚くなよ。こいつを見て驚くなよ。ヒーローは必ず勝つ。ネオス宇宙の新たなるヒーローの誕生だ。ワクワクするぜ。来い、エレメンタルヒーロー、ネオス。今、ネオスの力を見せてやるぜ。何をごちゃごちゃ言っている。さあ、とっとと行け。何をごちゃごちゃ言っている。さあ、とっとと行け。何をごちゃごちゃ言っている。さあ、とっとと行け。これが一流と三流の差だ。これが一流と三流の差だ。これが一流と三流の差だ。この超スーパーエリートの俺様にかかればクズカードにも使い道ができる。行け、ザコどもん。お邪魔究極合体、お邪魔キング。こいつらだからできることがあるのさ。貴様が俺に追いつくなど1、10、100、1000万年かけても不可能だ。ウェイトゥーシー、ドラゴンカタパルトキャノン、サンダー召喚。戦意喪失って顔だな。モンスター、さあ来なさい、グレードスケーター。
来なさい、サイバーチュチュ。頼んだわよ、サイバープリマ。真のプリマは自らの光で舞台を照らし踊り続ける。さあ出番よ、サイバーブレイダー。遊びは終わり、覚悟なさい。来い、スピードウォーリアー。来い、ボルトヘッジホッグ。来い、ジャンクシンクロ。来い、デブリドラゴン。いでよ、ジャンクウォーリアー。集いし願いが新たに輝く星となる、光さす道となれ。シンクロ召喚、飛翔せよ、スターダストドラゴン。これがシンクロという絆の力。集いし闘志が怒号の魔人を呼び覚ます、光さす道となれ。シンクロ召喚、粉砕せよ、ジャンクデストロイヤー。そう簡単にやらせはしない。キングの中でも俺のようなキングは二歩先を行く。来い、ダークリゾネーター。来い、マッドデーモン。来い、バイスドラゴン。王者の鼓動、今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい。シンクロ召喚、我が魂レッドデーモンズドラゴン。見よ、この大しき姿を。来い、ブラックローズウィッチ。来い、ブルーローズドラゴン。来い、ナイトローズナイト。来い、バラの妖精。冷たい炎が世界のすべてを包み込む。漆黒の花よ、開け。シンクロ召喚、現れよ、ブラックローズドラゴン。痛みをその身に刻め。いけ、リフォーマーラジカッセ。世界の平和を守るため勇気と力をドッキング。シンクロ召喚、愛と正義の使者、パワーツールドラゴン。それにはこの最強のドラゴンがついてるんだ。カイ、インフェニティデーモン。人々の魂を生贄に、このカードは神の力を得る。降臨せよ、自爆神効果爆アップ。亡者の呪い、その身でとくと味わうがいい。来い、ズババナイト。来い、ゴゴゴゴーレム。アチャチャアチャ。頼むぜ、ガガガマッチャン。来い、ガガガガール。来い、ガガガクラーク。レベル4のモンスターをオーバーレイ。2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろ、ナンバーズ39、希望を放つ。希望の光よ、闇を切り裂け。来い、スカルクラーク。
3のモンスターをオーバーレイ、2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚来い。ナンバーズ17、リバイスドラゴン。力がみなぎる。今なら誰にも負ける気がしねえ。現れろ、トトンケルベロス。現れろ、トトンレザード。現れろ、デイブレイカー。現れろ、ギャラクシーナイト。闇に輝く銀河よ、希望の光となりて我がしもべに宿れ。光の化身、ここに降臨。現れろ、ギャラクシーアイズバトルドラゴン。見せてやる、俺の魂を。この先に何が待つかは分からない、だが切り開いてやろう、俺の道を、俺のデュエルを。現れろ、飛行士パラディオス。貴様に超えられるほどやわな壁ではない。我が戦いはここより始まる。白き翼に望みを託せ。光の使者、希望をホープ。これで勝利の方程式は揃った。行け、ギミックパペットボムエッグ。現れろ、ナンバーズ15、地獄からの使者、運命の糸を操る人形、ギミックパペットジャイアントキラー。お前らは破滅の糸に操られたデク人形。しくも美しく輝く二色のマナコ、いでよ、ホットアイズペンギュラムドラゴン。さあ、お楽しみはこれからだ。もう私の輝きは今見せてあげる。私の輝きは今見せてあげる。さあ、出番よ。幻想の乙女アリア。さあ出番よ。幻想の歌姫ソプラノ。さあ舞台は整ったわ。タクトの導きにより力重ねよ。融合召喚、今こそ舞台に勝利の歌を。幻想の花笠ブルームディーバ。ここからが私の見せ場よ。現れよ、魔界劇団サッシールーキー。現れろ、魔界劇団コミックリリーフ。現れろ、魔界劇団プリティヒロイン。現れろ、魔界劇団ティンクルリトルスター。さーて、いよいよ真打ち登場だぜ。お楽しみはこれからだ。現れろ、魔界劇団ビッグスター。ロケ、起き返れ。もっと激しく、もっと熱く。こちらからも行かせてもらう。
も行かせてもらう。こちらから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 も行かせてもらう。導くサーキット、アローヘッド確認。召喚条件はモンスター4体、対象のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバインリンク召喚、現れろファイアウォールドラゴン。俺には聞こえるサイバースの鼓動が。さあ飛ばしていくわよ。飛ばしていくわよ。カモン、トリックスターキャンディナ。カモン、トリックスターナルキッス。出てきて、夢と希望のサーキット。アローヘッド確認。召喚条件はモンスター2体、対象のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバインリンク召喚、現れてトリックスターハーリーエンジェル。トリックスターの魅力、嫌というほど教えてあげるわ。来いゲートウェイドラゴン。来いスリッピングドラゴン。来いオートバレットドラゴン。来いマグナバレットドラゴン。現れろ我が道を照らす未来回路。アローヘッド確認。召喚条件はモンスター4体、対象のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバインリンク召喚、現れろバレルロードドラゴン。圧倒的な絶望を知るがいい。 AI は祈ったりしない。やるのは勝つための計算だけだ。行けファイアーウォールドラゴン。さあここから一気に行くぜ。来い僕のエース。来い僕のエース。来い僕のエース。あとは任せた。セブンスロードメイジ、我らを導け。セブンスロードウィッチ。行く手を阻む壁も山も惑星も、ロードを切り開いて突き進む。行くぞセブンスロードマジシャン。開かれた僕のロードが。行く手を阻む迷いも痛みも絶望も、夢と勇気と友情でロードを切り開いて突き進む。マキシマム召喚、出てこい超マキシマグナムオーバーロード。僕はこのデュエル絶対に勝つ。王へと続く俺の道路は一方通行だぜ。王へと続く俺の道路は一方通行だぜ。来いドラゴンズアップセッター。来いドラゴンズセットアッパー。今俺の銀河に
7つの超新星がガンマ線バースト。やめろと言われてももう遅い。やめろと言われてももう遅い。2回言ったのは意味がある。さあ出てこい、電撃竜ドラケアス。これで俺の勝利は確定した。いでよ、イニシエの守り神。いでよ、東方は英雄。いでよ、最新モドリーナ。いでよ、東証なんです。やめましょう。いいえ、やめません。決めるのはいつだって自分自身。この胸の奥に秘めた熱い気持ちの赴くまま。いでよ、魔性やめるーら。さあ、ここからが本番です。